近い将来の発生が懸念されている南海トラフ巨大地震。震源近くでは最大震度7の激しい揺れが想定されています。一方、震源から遠く離れていたとしても激しい揺れに見舞われる場合があります。長い周期の地震の揺れ、長周期地震動によるものです。これは2011年の東日本大震災の時の映像です。ここはビルの20階、大きく揺れています。当時、オフィスビルやマンション、商業施設の高層階などで10分以上続く揺れが確認されました。被害は震源から遠く離れた大阪でも。地上で観測されたのは震度3だったのにもかかわらず、ビルのあちこちが損傷しました。ここですね。一体どんな揺れが襲っていたのか。建物の1階と52階に設置されていた地震計のデータをもとに再現しました。時間が経つにつれ、高層階の揺れが激しくなり、揺れ幅は最大3メートルに達しました。揺れが続いた時間も地上が7分だったのに対し、高層階は16分に及びました。建物と地震の揺れの周期が合う共振と呼ばれる現象が起きたと考えられます。こうした揺れの場合、室内では家具や家電が凶器となります。壁や窓と衝突したり、人が挟まれたりする危険もあります。できる対策は、家具を固定する、窓から離すなど位置を工夫すること。揺れに遭遇したら頭を保護して家具が少ないスペースに避難。エレベーターはすべての階のボタンを押して最寄りの階で降りましょう。都市化が進む日本では、長周期地震動の揺れに見舞われる可能性がある建物が増え続けています。地上の揺れだけではなく、高層階で起きることもイメージして備えておくことが大切なのです。